今ね、ホームと駅に照明を設置しようとしてるんですけども、かなり明るいですよね。やっぱジジの動画。こんにちは、ジジです。今日はですね、今ね、一生懸命やってるんですけども、ホームと駅にね、照明をつけようということで作業をやってまして、まだ終わってないんですけども、その途中経過をね、皆さんの方にお見せしようかなと思ってます。なかなか難しいです。この場合ですね、ジオラマというのがね、作れない、まあ常設で設置してね、置いとけないもんですから、Lゲージを動かそうと思いますと、段ボールからね、レールですとか駅ですとか列車ですとか建物ですとかね、そういったものを段ボールから出してきて、遊び終わりましたらまた段ボールの方にね、ばらしてしまって、終了ということで、結構めんどくさいんですね。なもんですから、今ねホームと駅に照明を設置しようとしてるんですけども、すでにねコード、まあ電源のコードですね、つけたままにできなくて、外せるようにしなきゃいけないということでちょっと苦労してまして、なかなかね作業が進んでません。というのと、まあ今レイアウトもね一緒にいろいろ考えてるんですけど、考えながらやってますんで、ちょっとなかなか作業が進んでないというのが今状況なんですけど、ということで今どこまで進んだかね、皆さんの方にこれからお見せしようかと思ってます。これがですね、今の状況ですと言ってもね、今までとあんまり変わらないんですけど、これ後ろにあるのはね、これ今たまたま100円ショップでね売ってたやつを買ってきて、ちょっと情景って言いますか、後ろの景色にねうまく利用できないかと思って、これは100円ショップでね買ってきたやつです。高架の線路ですね。これがですね、この間買ってきました橋上駅舎ということで、駅舎なんですけども、よいしょ、こっちが出たかな、こんな状況であまり変わってないように見えるんですけど、で今作業してますのが、この私が買ってきましたのがこの島式ホームというやつなんですけど、島式ホームのこの屋根のね、内側に LEDのライトをね、つけて明かりをつけようかなと思ってまして、この間コメント動画のコメントでですね、裏にですねアルミのをつけた方がいいよということでコメントいただきまして、100円ショップでね、アルミのテープをね買ってきまして貼りました。私の場合にはですね、真ん中にこう柱って言いますかね、がないもんですから、両サイドにですねアルミテープというのをね、100円ショップで買ってきたやつで、貼り付けてあります。これがですね、こちらのホームのね、両サイドですね、こちらにも付けてあります。で、ここにですね、LED ライトをつけようと思ってるんですけども、駅舎なんですけども、この駅舎についても、中にですね、この駅舎の中に LED ライトを入れようと思ってまして、LED のライトをつけたときに、まあ、明るくなるようにということで、例えば屋根の裏側ですね、これ見えないところなんですけど、裏側にもアルミのテープを貼ってあります。それから、よいしょ。この駅舎の場合にはですね、この、なんていうんですかね、この屋根っていうんじゃないですね、天井ですね。この天井の部分に LED をつけようかと思ってますんで、床の部分にもアルミテープをね貼り付けて、少し明るさを増すようにできないかなと思って、アルミテープをこの中にも貼ってあります。それから LED をつけるとなると、コードをね引っ張らなきゃいけないんですけども、コードを引っ張るのはですね、ここの階段ですね、ホームから駅舎に上がってくる階段のこの部分に少しスペースがありますんで、これをうまく使ってですね、この駅舎買ってきまして見てみたら、この裏にですね駅舎の、よいしょ、分かりますかね、裏の部分にですね駅舎の中に、まあ、コードを引っ張る穴が開いてるんですね、事前にもう開いてまして、これを使って駅舎の中に電源のコードをね引っ張ってこようかなと思ってます。あとはですね、この、これ、上り階段ですね。階段もちょっと、暗いよりは少しライトをつけておいた方がいいのかなと思ってまして、この階段のところにもう少しライトをね、つけようかなと思ってるんですね。
そうするとですね、先ほども言いましたけども、私の場合には、つけたままに、まあ、設置したままにできないもんですから、こういったものをみんなばらすように、しなきゃいけない。ばらせるようにしなきゃいけないということで、LED のライトをここに、まあ、つけた場合に、外せるように しなきゃいけないんですね。そのために、今、まあ、いろんな部品をちょっと今、調達してます。ので、若干めんどくさくて、なかなかね、作業がはかどらないんですけども、ということで、まあ今ちょっと苦労してまして、まあ、それとですね、使います LED なんですけども、